ちょっくら散歩でもしてこようっと。セネセネは休憩してなよ。久しぶりに訓練でもするか。クーリッジは休憩していてくれ。ギート、夕日に向かって競争じゃ。セロジは休んじゃれ。キュッポたちと話でもしようかな。セネルさんは休憩してください。少し調査でもするか。セネルはよく休んでおけ。あいつら。地上でも操術使えたよ。これで怖いもんなしじゃ。それでは話し合いを始めましょうか。セネセネ、どうしてソーガチンに意地悪されたのかな。ジョーちゃんを説得するっちゅうてあんなに張り切っちゃったにの。セネルがソーガに拒まれた理由をあれこれ考えても仕方がない。俺たちが今考えなくてはいけないのは大沈下を止めることだ。こうやって話している瞬間にも鉱石欲が復活するかもしれないしね。でもクーリッジ抜きでシャーリーを説得できるだろうか。もちろんできる限りの努力はする。だがいざという時の覚悟は決めておかないといけませんね。シャーリーを撃つということか。ご心配なく。そうなった時は僕が一人でやります。情に流されやすい人に大役は任せられませんから。ようそがに淡々と言えるの。あれは何とも思わんのか。別に、やると決まったらやるだけですよ。我の体には血の代わりに氷水でも流れとるんじゃの。モーゼスさんにしては凝った嫌味ですね。話し合いは終わりでいいですか。やることがあるんで失礼します。ジェーボー、あが冷たいやつじゃったとはの。見損のおたわ。あら、ジェイちゃんはとっても優しい子よ。どこを取ったらそげなことが言えるんじゃ。誰だって嫌なことは嫌ですもの。だからジェイちゃん、自分がやるって言ってるのよね。十分。まさか我。心配しなくていいよ。僕なら大丈夫だから。一人で背負い込むな、ジェイ。何のために俺たちがいるのだ。ウィルさん。お前だけに責任を負わせはしない。これは俺たち全員で当たるべき問題だ。その通りじゃ。ジェボ、一つだけ聞かせ。
何ですか？背の字のこと好きか？嫌いな人と一緒に行動するはずないでしょ。よし、それを聞いて安心した。ウィナジ、バイも一緒じゃ。我らだけに辛い思いはさせん。モーゼさん、セネルは一生懸命やったわ。これ以上無理することないのよ。あなたには私がいるじゃない。私がそばにいてあげる。クーリッチ、お前何か迷ってるんじゃないか？どうしてそう思うんだ？みんなはソーガがお前を拒んだと言っている。だけど逆もあり得るかもって思ったんだ。俺がソーガを拒絶したってのか？なあクーリッチ、もし悩みがあるなら私に相談してくれ。おせっかいだってことは分かってる。でも私だってお前が苦しんでいるのを見ているだけなのは辛い。ジェイの言うように、双術の本質がソーガと通じ合うための手段なんだとしたら、心当たりはないこともない。え、俺は自分が双術師であることを肯定的に捉えたことはなかったからな。メルネス捕獲作戦報告書。その中には俺の名も載ってる。それも作戦関係者の側に。なんだって？俺はバーツラフ軍の兵士だったんだ。戦争孤児だった俺は双術の才能を見出され、軍の施設に送られた。俺の双術の能力はその時に培われたものだ。そうだったのか。俺は12歳で実戦に投入された。最初の任務がシャーリーの誘拐だった。単独任務だった。結界をかいくぐり水の民の村へ入り込んだ。双術師であることは伏せていたし、子供だったから警戒もされなかった。それでシャーリーと出会ったのか？近づくのは簡単だった。あとはさらって逃げればよかった。でもできなかったんだな。村での生活は俺が生まれて初めて得た平穏だった。ステラ、シャーリーと日々を過ごすうち、俺はいつの間にか任務を忘れた。あの襲撃事件を引き起こした原因は俺とステラにある。どういうことだ？託戦の儀式に失敗し昏睡状態になったシャーリーを救うため、俺とステラは結界の外へ出た。目的はどんな病気も治すという鉱石を探すことだった。それで鉱石は無事手に入り、シャーリーは助かった。だが俺たちは後をつけられていた。村に入るところを見られてしまったんだ。シャーリーを狙っていた兵士が他にもいたのか？そうだ。そしてあの襲撃事件が起こった。ステラが死んだのも、シャーリーが今の状態になったのも、元を正せば全て俺のせいだ。クーリッチ、その考え方は違う。違わない。俺が水の民の村に近づかなければ、そもそも双術の力がなければこんなことにはならなかったはずだ。
シャーリーはお前の過去を知っているのか。話してない。ずっと黙っているつもりだったのか。ステラと約束したからな。ステラさんと。ステラは俺の正体を知っていた。その上で俺にシャーリーを託してくれた。約束は守らないと。俺はステラを選んでしまったんだから。選んだ？どういう意味だ？それは教えてくれ、クーリッチ。水の民の里でシャーリーが俺に告白しようとした。それでお前はどうしたんだ？俺はステラのそばにいると答えたよ。バカな、お前本気か？冗談でこんなこと言えるか。ステラは俺のせいで死んだんだぞ。3年間俺が助けに来るのをずっと待っていたはずなのに。だからせめてこれからは。クーリッチ、お前というやつは。いきなり何するんだ。バカ。なんだと。分かったよ、どうしてお前がソーガに拒まれたのか。お前が自分のことをまるで分かっていないからだ。自分のことってなんだよ。お前は自分の気持ちをごまかしている。ステラさんを選んだなんてただの言い訳だ。ふざけるな。お前に俺の何が分かるんだよ。見損なうな。分かるに決まってるだろ。クロエ、以前だったらいざ知らず、今の私には分かるんだ。そう、嫌になるくらいな。おい、クーリッチ、お前のやるべきことはたった一つだ。今すぐシャーリーと会い、全てを打ち明けるがいい。全てって。ああ、全てだ。お前の過去もお前の気持ちも包み隠さずシャーリーに伝えろ。そんなことできないのか、意気地なし。なんだと。何が双日の力がなければだ。何がステラさんを選んだだ。お前はシャーリーと向かい合うことから逃げているだけじゃないか。何？お前にとってシャーリーがそれっぽっちの存在なはずないだろ。違うか、セネル。はあ、そうだよ、その通りだよ。分かりきったことだろうが、悩むことなんかなかっただろうが。俺が知らなくちゃいけなかったのは歴史の真実なんかじゃなくて、俺自身だったってことか。セネル、私たちずっと一緒よね。そうじゃない。いつまでも一緒にいようね。お前はステラじゃない。セネル、お前は、お前は俺自身だ。俺の心の弱さだ。人はどんなにあがこうと過去と寄り添うことはできない。そんなこと分かりきってるのにな。セネル、嬉しかったことも悲しかったことも全て背負って歩いていくしかないのにな。それが生きるってことか。そう。
俺はこんなにも生きている。どうしようもなく生きている。だから生きている限り前に向かって進むしかない。ステラ、俺行くよ、シャーリーのところに。海が、これがソーガの力。やったな。お前のおかげな。うん。セノジ！一体何事だ？セネセネ、もしかして力が手に入ったの？ああ、みんな、俺にもう一度機会をくれ。シャーリーを説得する。俺はシャーリーに今まで言えなかったことを言う。シャーリーさんならセネルさんの言葉に耳を傾けるかもしれませんが、メルネスだったら聞いちゃくんないってこと？もしシャーリーがメルネスで説得がうまくいかなかったら、俺がこの手で決着をつける。本気なのか？ソーガに力を託されたことの意味、ここにいるみんなの思い、俺だって分かってるつもりだ。セロジー、きっとジョーちゃん説得しようや。前も鉄道チャリ、どうだ？約束しましたよ。ああ、せっかくセネルさん抜きで作戦を考えてたのに、これでまた一からやり直しですよ。ジェイちゃん、よかったわね。僕は別に。ジェイ、いろいろ心配かけてすまなかった。これからもよろしく頼む。遠慮はしませんからね。おお、男同士が確執を経て和解の握手を。うお、なんて感動的な光景じゃ。邪魔されたと。何ですか、あなた。お呼びじゃないんですけど。まったくだ。照れんな。照れてません。さて、それでは改めて作戦会議といきましょうか。よし。蜃気楼の宮殿か。どうやって行けばいいのだろうな。皆さんは秘密の地下道のことを覚えてます？私らが長々悪魔に襲われたとこ。懐かしいね。実は調査の結果、あれとよく似た別の地下道が見つかりまして、それがどうも千尾近くまで続いているみたいなんですよ。おお、やったじゃん。秘密の地下道をずっと進めば蜃気楼の宮殿へ行けるんだね。もし途中で道が塞がっていたら。
何笑っとんじゃ、気色悪い。ここで皆さんにお知らせがあります。僕と一緒に昇降装置の前まで行きませんか？あの場所に何かあるのか？あるんですよ、行けばわかります。ジェボ、小川のとこに何の用じゃ。しょうもない話じゃったら怒るぞ。物の価値の分かる人なら喜ぶはずですよ。モーゼスさんには無理かもしれませんが。皆さん、ここに立っていてください。いいですか？行きますよ。ジェイ、お前はこの線路を見せるために俺たちをここへ連れてきたのか。確かにびっくりしたけどさ。まだまだこんなものじゃないですよ。何を始める気だ？さあ、ご覧ください。おそらく静かの大地のどこかから上に向かって線路が通じているはずです。どうしてわかるんだ？新たに見つかった地下道にも線路がありましてね。その線路の規格が静かの大地にある線路と同じなんですよ。途中で道が塞がっていたとしてもこの機関車だったら大丈夫です。穴を掘るドリルもついてるんだキュー。これがまたかっこいいんだキュー。なるほど、そういうことだったのか。まずは上へ通じる出口を目指しましょう。皆さん、準備はいいですか？うん。それでは出発進行。見つかったか。よし、すぐ行く。世界をあるべき姿に戻すこと、それがソーガの望み。私はメルネス、ソーガの声を聞く者。バーツラフの軍に例の条件に該当する者が一人いた。ふん。怯える必要はない。私は話を聞きたいだけなのだよ。そう、じっくりとな。
そらくここが上へ通じる出口ですね。よし、見つかったな。この封印は幻想王国時代のものです。ってことは僧術の力で開けられるのかな。今のワイらには楽勝じゃろ。そうだな。じゃあ早速。ここまで来たらあとは一直線ですよ。そうか。本来ならここで人類のためとか世界を救うためとか言うべきなのだろうが。あたしらの柄じゃないよね。この際動機は何でも構わん。大事なのは俺たちの目的が同じだということだ。大沈下を食い止めるために、全ての決着をつけるために。蜃気楼の宮殿へ乗り込むぞ。地上に存在する層がと静かの大地に存在する層が、どちらも同じ層がでは混乱しそうだな。言い方を変えてはどうだろう。もう決まってるよ。あたしらの味方してくれるのが層がちん。もう片方は？層がぽん。ではタケリの層がと静かの層がで行こう。ではって何？繋がってないじゃん。線路が伸びているのはここまでか。あそこから上へ上がって周囲の様子を見てみましょう。